はい、えー。それではあ、行列式と、行列式とブロック分けということで、えー、ブロックに分けて考えたときに行列式があ計算できる場合があります、えー。常にできるわけではないので、その点をあらかじめ注意しておいてください。えー、つまり、どういう場合で、えー、ブロック分けすると行列式が、あより次数の低い行列式に帰着できるかというと、例えば、あこの例の場合ですね。 この例の場合は、ここ、ここですね。このところに、ブロックの境界線を引くとですね、これ11ブロックですけれども、要するに数ですけれども、と、1列と1行と、3×3 というブロックができます。この時、3の下側は全て0なので、このブロック分けによる計算が使えます。 で、まあそれを、公式を説明する前に一応これでなんとか頑張って計算していきましょう。まず1列目の線形線に使って3倍の1 0 0となりますね。で、この1を使って1行目を吐き出すとこのようになります。で、ここで、この行列式は1列目からですね、いろんな要素を選んでかけて足したものは行列式だったわけですけれども。 この1列目から1を選んだ時以外は0を選ぶことになりますからそうするとそういう項は全部消えるわけですね。ですから1列目からは1を選ぶとそれ以外は2列目からは2行目から4行目のうちのどれかを選ぶということでその計算式はですねまさしくここの部分の3次行列式の計算している部分だけになるわけですね。 したがって、この行列式は1、1× この3次行列式ということなので、要するにこのブロックですね、3×3 ブロックの行列式ということになります。ということで、計算が4次の行列式なんですけれども、ここに000があるおかげで、こういうふうに次数が下がって3次の行列式の計算になります。また、このような場合も同様で、これは 4×4 ですけれども、 2×2 でブロック分けするとですね、この、えー、21ブロックといいますか、の部分がですね、0000、えー、で0になります。で、これをですね、えー、まあ、列基本変形とか扱って、えー、ちょっとやっていくとですね、例えばまあ2倍して引いて、えー、こんな感じで、で、入れ替えて、1, 1列目、2列目を入れ替えて、符号を1列目を変えるとこんな感じになります。 入れ替えでマイナス1が1回出てきて、マイナス1倍がもう1回出てきて、結局まあ消えるわけですけども、こんな感じになります。もうちょっとで三角行列なんですが、ここは我慢して、上の方だけ吐き出しで消して、またここの成分を使って2行目も吐き出しでやってみます。そうすると2が出てくるわけですが、この2は結局ですね、何をやったかというと、 えー、ここの3列目4列目全く関係なくて、この部分ですね、えー、この部分の、つまりこの部分の行列式を計算したのはこの2ということになります。で、えー、ここに出てきたこれですが、ここに1、1が対角線に並んで、あと3、4、2、5と。これ先ほどのこれと一緒で、えー、1列目から1、2列目から2を選ぶ以外にはですね、す、え、べ、ー、て0になってしまいますので、結局ここの行列式を計算するだけになる。ということで、 これは2かけるここなんですが、2っていうのはそもそもここの行列式を計算したわけですから、まあ、公式的に書くとこのような感じになっているというふうに言えるわけです。で、実際、えー、じゃあ一般に本当にそうなのかということをまあ簡単に説明するとですね、まあ、まずまとめておくとこういうことは言えますと。えー、A と D が N 字、M 字の行列式ですね。まあ、2時と3時とか5時と7時とか何でもいいんですけども、同じ、ここは A と D が正方行列であると。 ですから A と D のサイズが違っていれば O と B は行列式はそもそも定義されない正方行列でない状態になっていますので O とか B の行列式はもちろん出てきません。はい、で、この A、B、O、D とか A、O、C、D とかですねこういうふうにして O がどちらかに0行列、ロブロックがどちらかにある場合には行列式がこの対角,性対角ブロックの行列式の席になるということですね。 で特に A もしくは D がサイズが1だとこのようにして A×D。まあまあこれは別に特別な場合ということですねで。実際これ証明なんですけれども、前回情報性の時にやったのと同じ方手法を使います。これを ABOD を BD を固定して A に関する関数と思って考えます。 そうすると、ここはゼロ行列なので、えー、足したり引いたりとか、スカラバイとか線形性は全部、こう、全体の列と A の、A だけの部分の列と考えて、どっちも一緒になるわけですね、えー。という意味わかりますかね。えー、っと、A の1列目と2列目が等しければ、ここゼロですから、まあ、要するに、この全体として1列目と2列目が等しい。あるいは入れ替えると全体として入れ替える。あるいは A のべ、えー、1列目が、 A たす B という形になっていたとすると、下00ですから、全体としてもなんか A0 たす B0 みたいな形になっているということで、いずれにしろですね、この全体のこの行列式の多重線形性や交代性、対価性をそのまま A のところが引き継いで、FA という関数自体がですね、多重線形性や交代性、対価性を持つと。従って FA は A の行列式かける A と同じサイズの単位行列は EN ですから EN における F の値ということになります。でそれは何かというと、この行列式ですね。で、この行列式ですが、先ほど例のところでやった手法で1111ここ11が並んでいますので、1行目から N 行目まで全部11成分から NN 成分を使って吐き出して B を0にすることができます。したがって FEN はこの形になることが基本変形を使って出せるわけですね。 でこれを GD と置くと多重線形成、耐火性、交代性がまた D に関して満たすので GD は GEM×D の行列式で G の EM は何かというとこのように単位行列になりますので1ということです,すなわち GD は D の行列式になります。ということで FA は GD×A の行列式だったわけですがこれがあ A D の行列式ですから、A の行列式 ×D の行列式となって、えー、このブロック分けの計算ができるわけですね。はい。まあ、これを使うと三角行列の行列式もですね、同じように機能,機能法で機能的に求まりますし、まあ、やってることはほとんど同じことなので、で行列式の行や列の線形性と合わせて、行や列に関する展開が後で、えー、得られるって書いてありますが、まあ、後でこれを使って、えー、行や列に関する展開というものをやっていきますので、 まあ重要な性質になります。